オレンジの花と果実みかんかオレンジの木に咲くオレンジの花は芳香のある花で歴史上様々に利用されてきたフロリダ州の集花であるシトラスシネンシスメアリー・エミリー・イートン1917年ナショナルジオグラフィック色は白か薄いピンクの両性花であり好期が強く蜜も多いため蜜源植物となっている学園や花びらは3回対称性 または5回対称性を示す。オしべは二重に並んでおり、外輪のオしべは花びらと同じ位置にある。姿勢生殖器官は2つから5つ以上の心側が合体した1個のメしべからなる。1本の木から最大で6万個の花を咲かせるが、実をつけるのはそのうちの1%でしかない。イタリア語ではザガラと呼ばれており、アラビア語で 輝き白い輝きを意味するザハラと花を意味するザーヘルから来ている。オレンジの木は花と実を同時につける不可思議さから古来より魔法や神聖と結びつけられてきた。オレンジの実は多山を、そしてオレンジの白い花は純血を象徴するとされ、西洋美術では聖母マリアのアトリビュートの一つとされている。その象徴性から、 縁起物として、結婚式のブーケやヘッドリースに使用される。香水の製造に使用され、美薬としても記述されていた。香料として、オレンジの花の精油のネロリがある。ネロリの副産物として製造されている、オレンジ化水は、水蒸気蒸留法を確立した中世アラビアで、バラ水と共に愛好され、フランス料理、スペイン料理や中東料理のデザートなどへの、 香り付けとして利用されている。開花期に蜂の巣を設置すると、オレンジの花の蜂蜜の製造と受粉が行われる。この蜂蜜は非常に貴重でフルーティーな味わいと香りがする。スペインでは花を乾燥させたものがオレンジ花茶として飲まれている。鎮静効果が神経によって引き起こされる不快感や不眠を解消するのに利用されている。オレンジ花水やオレンジ花茶は 伝統的な湿疹や月経の不快感の治療薬として用いられる。シナの貴族やカモミールなどの他のハーブと組み合わせた茶は伝統的な胃の痛みや頭痛の治療薬として知られている。ありがとうございます。